先日インスタグラムに投稿した写真ですが画面の端が欠けてるので動画投稿します場所を紹介してから動画になりますちなみにエヴァンゲリオンに出てくるラミエルに見えますが違いますよ場所はお台場です1番から3番までありますが歩くと疲れるまたは身体に負担になるので新交通ゆりかもめのお得切符お台場海浜公園から有明テニスの森駅まで大人500円 子供250円で乗り放題の切符があるので、ぜひ購入してお台場を散策してみてね。では映像をどうぞ。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。動画の感想などコメント欄で教えてください。こちらの動画もご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。